メリークリスマス。祝い方がさ、悲しいよね。というわけで、もう多分これ出してる頃にはね、クリスマスかつ年末のご挨拶ということになってると思います。年末が仕事なんでね。年末仕事で1日に5時起きってこともあって、多分いつも皆さんって年明けどう過ごしてますか？基本的に0時まで起きてカウントダウンするとかするじゃないですか。僕5時起きなんで寝てます。つれーよー。というわけでね、クリスマスの感じでちょっと今日はね、コンビニ食です。もうね、ダメ人間の一歩手前。見て、子供の飲み物。開けよう。いいねー。久しぶりに飲んだわ。じゃあいただきまーす。いや、まあ今年もね、なんか今年は YouTube 面の話、まあ仕事面でもね、まあストレスがね、溜まるようになりまして。はい。毎回この仕事の話するとね、実はちょっとした裏事情を言うと、仕事の話ってちょこちょこしてるんですよ、動画で。だいたいカットとか早送りしてるんですね。皆さんあんまりこの手の話聞かないと思うんです。なんでね、手短な話もね、仕事でストレスが溜まったり理不尽に怒られる日にも増えましたということでね、モンバトではとかね、何よりやっぱ何ポンと出すとこれこいほらこいこう出すと分かるんですけどね、 V の姿を、まあ、夢の中の姿でやったりですよ。はい、皆さんに分かるように伝えますと V の姿をね、手に入れることができたわけなんですよね。で、V の姿で配信したりね、ゲーム、ね、ゲームも黒ブレで、やっぱバッて、やっぱね、モンバトから始めた人にもね、黒ブレやっぱ期待してる人も多かったし、で、黒ブレで、バッて、なんか、皆さんがね、来ていただいたりとか、生放送、モンバト生放送もね、1年前からモンバト生放送してるけど、それでもね、変わらず、こう、皆さんに来ていただいたりして、楽しい時間を過ごさせていただいてます。で、ゲームに関してもね、最近ね、今年に入ってドラクエ10をやってたり、しおちゃんのせいやけど、ドラクエ10やったり、ね、様々、他にもね、イルルカの縛りプレイ、配合縛りプレイとか、他は、なんだ、ドラゴン、そうです、しそう。まあいいや、食べよう、いただきまーす。カレーさ、これね、セブンイレブンのチキンの2つは分かると思うけど、これね、新発売のやつ。あれだ。2日置いてたからパスパスしてる。コンビニのケーキとかでもさ、なんか4000円とか普通にあんだね。で、コンビニのチキンでもなんか1000円超えとかあったしね。コンビニのチキンとかでも1000円いくんや。まあね、スーパーとかでさ、でかいチキンがあったりしてさ、2000とかいくのわかるけどさ、コンビニでもなんかね、今日のために仕入れたのかなっていうさ、骨付きのやつとかさ、そういうのあったわ。まあ今後やるゲームとかはさ、一応多分ね、モンハンとか出てしまうし、やっぱそれもやると思うんやけど、まあ何よりね、リアルを充実させることかな。まあモンバトとかはね、多分ね、まだ続けると思う。普通にね、モンバトとか、続けると思うけど、黒ブレの動画結構時々聞かれるんですけど、黒ブレの動画とかに関しては、どうなんだろうって感じですね。まあ、多分、プレイはし続けてんねんけど、動画にわざわざするかっていう話やね。生放送とかでね、黒ブレの話とかよくしてるんやけど、動画を出すかっていうと、どうなんだろうって感じ。まあね、この1年間で、そしてね、誕生日の後になるんですかね。11月30日ぐらいから、まあ、12月上旬かな？上旬からね、収益化したわけですよ、僕のチャンネル、実は。はい。いつすんだろうと言われてた収益化をついにしたわけですよね。はい。もうね、皆さんにね、動画変わらずにね、まあ、収益化しただけでちょっとさ、やっぱさ、ちょっと動画見づらいなっていうのはあかんで、CM ね、入るし、なんかそこに行っちゃうとなんか遠い存在になるなっていう、見づらいなんじゃん。でもさ、そんな中さ、ずっとね、見てくださる方がいるわけじゃないですか。すごいありがたいことですよ。で、花板に関してはもうこれはしょうがないよ。もともとね、結構1年前とかもね、収益化まだ数日ないなーとか言っとったからさ、言ってることちゃうやんって言ったら、その通りやでね。この人ってね、やっぱね、
コロコロ変わっていくんだなと、手のひらコロコロ返すんだなって思います。もしか急にね、黒ブレが髪切れたら黒ブレ髪切れかなというかもしれない。いやー、今年結局できなかったんだけどさ、まあこれ生放送でもちょこちょこ言ってるんですけど、オフ会したいね。無理やね、コロナの話で今やっぱ無理なんだけど、オフ会したいなと思う。モンバトのさ、僕が Wii U 持ってってさ、カラオケとか行ってさ、それで繋いでね、モンバトオフ会みたいなやりたいよなっていうのはずっとね、これちょっと今のとあのね、現状の一番近い現実で実現できそうな夢ではあるな。モンバトオフ会したいね。1000人超えたあたりしたいなって思ってたんですよ。1000人超えてもさ、コロナの話でできないじゃん。やっぱしたいなって思う。モンバト知らないよって人もさ、触れてもらえるような機会で、僕がね、生放送でよく言ってるんですけど、大会のね、実況したいの。なんか昔大会とか行ってた時に店員さんがね、実況してくれて、その時に、ね、店員さんがね、すごく僕ね、なんかね、よく見えちゃって、それでなんかそれね、試合実況みたいな、すごい僕なんか好きなんだろうなって。野球中継とかは見ないけど。だからモンバトの大会開いて、自分がさ、実況してさ、そういうなんか空間作りたいなっていうのはある。その時はね、なんかモンバト実況やめないかもしんない。でもさっきの宗教みたいにすぐパッてやめるかもしんない。まあ正直、まあこれだけで満足なんですよ。まあ一回なんか誕生日の時に食いすぎて胃がね、えらいことになったんですけど、まあね、クリスマスですよ。ちょっと待って、ごちんまりした。なんかクオリティ下がったねみたいな。すげえクオリティ下がったのよ。これスーパーでね、280円。さすがにね、さすがにね、まあそんなもんすよ。あまりにもちょっとスペックが低くなったけど。そうそう、これでいいんだよ、これでいい、もうこういう味でいいよ。これでいいんだよね。変にね、やばいもん買ってさ、腹壊すよ。これでいいね。これはね、あとでまたどっちか食うわ。うん。ということで、まあ年明け早々のなんか動画とかは、まあちょっと難しいんですけど、まあ一応ね、新年の挨拶みたいな動画はね、一応ね、構想は練ってるんで、またね、その時にアップしたいと思います。まあ年1月1日にね、マリオに編集とかするってことは、毎度にしないといけないから、考えないで。じゃあ今年はいろいろありがとうございました。皆さんにね、見ていただいてね、それであの趣味に、 YouTube がもう趣味レベルにだいぶなってますんで、これからもよろしくお願いします。めっちゃ綺麗に。